変換活力の爆発、これが私の成長戦略の最後のキーワードです。そして10年後には現在の水準から150万円増やすことができると私は考えています。日本経済を停滞から再生へと大きく転換してまいります。やられた、やられた、やられた。